ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はまあ昨日の夜の続きで、はい、基本この今日取り上げるカーシー博士というのは、はい、MBTI と同じようにこの INTP だとか、うん、INTJ だとかっていう類型については同じワードを使ってるんですけど、はい、分け方が違うと、うん、でカーシー博士は頭の中で何考えているかじゃなくて、うん、行動だと、はい、選択だと、うん、君がした選択があなただと言っていて、その行動というのは言葉と道具ですと、うん、はい、っていうのがこちらワードとツール、はい、でこの NT の人は抽象的な言葉を使い、うん、功利主義的な道具を使うと、はいはい、っていうところで昨日は言葉と道具っていう説明もさせていただきましたと、うん、で今日はこの NT タイプのザ・ストラテジック・インテレクト、戦略的な知性、はい、戦略はこれが基本4タイプみんなが持ってるんですけど、うん、どこが強いかっていうのが全部違いますと、はい、はい、ちなみに戦略、戦術、兵站、外交っていうので、前に紹介した SP タイプは戦術が一番高い、はい、要はその現場でどうするかっていうところなんですけど、今日紹介する NT タイプは一番高いのが、はい、戦略、はい、長期的に何をするかっていうところに長けてるっていうのがこちらです、はい、でこの NT にとっての戦略は特定の目標を達成するために必要で十分な方法と手段を特定することに関連しています。ただし合理的な人々にとってはどんな目標でも興味を持つわけではありません。合理的な人々が自分たちに設定する目標はシステムの効率を向上させることですと。一部の合理的な人々は主に家族や会社などの社会システムに関心を持っており、他の人は動物や植物などの有機システムに関心を持ち、また別の人はコンピューターや航空機、自動車などの機械システムに関心を持っています。しかしどのシステムを扱っているにせよ、 NT はそのシステムの効率的な運用を向上させたいと考えていますと。他の種類の目標はかなり興味を持たれず、それにはあまり努力を割きませんと。合理的な人々がシステムの効率を最大化するという目標に達する方法はシステムを分析して非効率性を探し出すことですと。つまり彼らはシステムの秩序や組織におけるエラーを探し求めます。この戦略的な知性について理解すべき最も重要なことの一つは、複雑なシステムで見つかるエラーによって活性化されることです。もう一回読みます、すいません。戦略的な知性について理解すべき最も重要なことの一つは、複雑なシステムで見つかるエラーによって活性化されることですと。言い換えれば、合理的な人々は常にシステム全体の問題を見つけ、それらを解決しようとしています。彼らはすべて問題解決者ですと。このシステムの概念は20世紀前半に行動科学者や物理科学者の一握りしか理解していませんでしたと。そして中盤になってノバート・ウィナーという人ですかね、うん、が彼がサイバネティクスと呼んだ重要な著作を書きましたと。サイバネティクス、あ、そうなんですか。自己啓発で聞いたことある。ちょっと調べていいですか、はい、サイバネティクス、ああサイバネティクス、通信工学と制御工学を融合し、生理学、機械工学、システム工学、さらには人間機械のコミュニケーションをみたいな、うん、なるほど、という著作を書き、彼はその用語でネットワークのトーチ、ネティクス、ネットワーク、ネティクスのトーチ、サイバーを意味し、そのつまりネットワークの制御としていると。彼はサイバネティクスの概念を
システム理論に精通していない人々にも理解可能にするためにラジオ技術からフィードバックの用語を借用し、それをシステム内の循環プロセスのための隠喩として使用しましたと。丸山は後にシステム内のフィードバックは相互因果関係のプロセスの問題であり、それによって線形と循環の因果関係を鮮明に区別しましたと。システム理論家の視点では因果関係は常にイベントを取り巻く状況に相対的であり、イベントの発生のための必要かつ十分な条件としていますと。合理的な人々は線形因果関係の概念をあまり使う必要がなかったため、今は循環的因果関係を熱心に受け入れ、複雑なシステムの構築と再構築に取り組んでいますと。まあ、昨日、はい、なんかそのビットっていう概念とか、はいはいはい、バイトっていう概念とか、うん、っていうのをなんか NT の人がみたいなのが出てきて、うんうんうん、まあ、確かに今使っているこのネットワークとか、はい、っていうのを使うと、うん、今別にネットだけじゃなくて、うん、こういう人のつながりもネットワークっていう概念になってるとか、はい、うん、このフィードバックっていう言葉も、あ、なんか昔は違ったんだみたいなのをを私はイメージするんですけど、はい、今どう受け取りました？どう受け取りました？この、ね、はい、NT の戦略的な知性のところ、はい、難しいことをたくさん読みましたけど、はい、なんか、うん、そういうのを考え、常に NT の人は、うん、多分効率化、要は、まあ、僕の言葉で言うと違うかもしれないんですけど、はい、要はルーチン化させて、うんうん、その中で常にこの問題点を探り出し、うん、どう効率よく運用できるようにするかっていうのを日々やってる人たちなのかっていう理解をしたんですけど、はいはい、どう、まあでもそういうとこじゃないですか。でそれがあらゆる方向に向いてるみたいな、それが自分の、好きなことというか、好きなこと、自分が考える動物なのか、はい、会社なのか、うん、どこにでもやっぱりいるってことですね、どの現場にも。いや僕、はい、その営業とかは向かないんじゃないですかみたいな話をしたんですけど、はい、あ、そっか、 NT だけだったら別に外交の人もいますもんね。あ、そうですね。だからその営業っていうシステムって考えるんじゃないですか。どうやったら売り上げ上がるのかみたいな、契約取れるのかみたいな、でこの売り方だと売れないよねみたいなことを考えてる考えてたりするんじゃないですかね。でこの NT の秩序と組織という項目があります。オーダー&オーガニゼーション、はい、システムにおける統一は2つの側面を持っていますと。一方で秩序の統一があり、一方で組織の統一があります。秩序と組織は異なるもので、秩序は何が何に続くかに関与し、組織は何と何が同時に行われるのかに関与します。主に秩序に関心を持つレーショナルズ、この合理主義者はコーディネーターと呼び、主に組織に関心を持つレーショナルズ、この合理主義者はエンジニアと呼びますと、うん、コーディネーターとエンジニアが何をするのかを考える前に、彼らの異なる目標の違い、システム内の混乱を探求するものとシステム内の非組織化を探求するものの違いについて一時的に考察してみましょうと。なるほど。この NT タイプの中に秩序、うん、はい、他の人たちと、うん、どう、これ外交と内交の話ですかね。他の組織に関心を持つレーショナルズと、はい、秩序っていうのは、うん、多分法則のことですよね。そうじゃないですかね。に関心を持つエンジニアがいるという説明、うん、はい、まず秩序には上下関係に関するものと前後に関する2つの形態がありますと、うん、一部のものは他のものよりも高い秩序にありますと。例えば軍隊の大佐は少佐よりも高い階級ですし、少佐は大尉よりも高く、大尉は中尉よりも高く、中尉は伍長よりも高い階級ですと、うん、下の階級は上の
階級に従属していると言われ、それはより低い秩序に属しています。この種の秩序は階層的な秩序であり、階級秩序として通常言及されます。もう一方の秩序は連続的な秩序と呼ぶことができます。例えば特定の技術的な手続きでは、非常に特定の順序で実行する必要がある一連のアクションが必要です。単発のリボルバー、この回るやつですね、この断層が、断層というか、はい、あ違うのかな、リボルバーって、はい、事件が撃ってる、ルパンの事件が撃ってる銃が多分あれリボルバーだったと思うんですけど、ね、はい、違ったらすいません、はい、を発射することを考えてみてくださいと、うん、まず充填し、次にハンマーを起こし、引き金を引きますと、うん、この秩序を逆にしてもうまくいきませんと、うん、もちろんレーショナルズを興味づけるシリーズは銃の発射よりも複雑なものですと、うん、第二次世界大戦中のヨーロッパ侵攻の準備は数年にわたる数百人の計画者を巻き込む非常に複雑な例で、操作の秩序に誤りがあれば危険で災害を招く危険性があると、うん、確かに、はい、僕にあれは多分できないです、はい、要は、はい、多分やればできるんですよ、うんうん、命令を下す、うんうんうん、た時に、うん、どうそれをこの計画表ですよね、目的を達成するためのための計画表、あのこの人に何をやらせて、この人に何を、はい、どういうことをやらせるのか、はい、絶対無理と思うんですよ、はい、隊長どうですか、そういうのやりたいと思います。やりたいとは思わないです。やれる人に任せたいと思います。ですよね、やっぱり、はい、っていうとやっぱり NT の人はなんかできるんだろうなっていう、それをやりたいんじゃないですか、あ楽しめる、それを、うん、そういうのが好きみたいなところじゃないですか、ね、できるかできないかよりは、これもまた多分タイプ出ますよね、どこで自分が生き生きするかっていう、はい、なんか他のタイプでも、はい、できる人はいると思うんですよ、やりたくないけどみたいな、ああもちろん、まあそれは、はい、習熟練習を積めば、はい、うん、ただそれを機器としてできるかっていうと、うん、でその修練に好きなことの方がやりやすいっていうことですよね、のっていうのはあるかなと、ありますよね、やっぱり、はい、一方、はい、組織は部品から構成される複雑なシステムを考案かっこおよび改定、または構成かっこおよび再構成することと関係があると、うん、秩序系統の段階や階級が互いに分かっているのに対して、組織のシステムの部分は有機的に接続されており、システム内のどこで何が起こってもそのシステム全体に影響を及ぼします。したがってあらゆる種類の組織は統合されていると言われ、システムすべての部分がそのシステムの他のすべての部分に存在しています。今コーディネーターは配置と呼ばれる作業を行います。配置とは長期目標を達成するのに必要なさまざまな階級レベル、言い換えれば階層または連続するステップ、順序シリーズ連続を決定する行為ですと。階層的な配置はキャンペーンを実施するための野戦部隊の動員を可能にします。一方シリアル配置は行動計画の条件を詳細に示すことを可能にします。一方エンジニアは構築作業を行います。構築とはシステムの部品が何をすべきか、そのメカニズムを決定する行為、またはシステムが機能するために必要な部分が何かを決定する行為、その構成ですと。機械的な構築は機能的で動作するプロトタイプを構築することを含みますと。一方構成構築は詳細な2次元の設計図と3次元のモデルを作成することを含みます。両種類の構築はシステムが効率的に作業を行うために必要な構造が何かを決定するために行われます。要約すると、階層はシステム内の無秩序を
減少させるために機能し、その2つはキャンペーン部隊の動員と予備計画の詳細化です。一方、構築はシステム内の無秩序を減少させるために機能し、その2つの形式はプロトタイプの設計とモデルの設計ですと。これを読みましたが、はいはい、NT の人はああそうだねと思ってるんですかね。わかんないですけどね。隊長一応あの、はい、こういうプロトタイプとか、はいはい、システムメカニズムみたいな、はい、いやサーバーの運用構築を仕事にされてたと思っていて、はい、そのウェブのこのサーバーの流れもそれですよね、はい、大項目があって、うんうん、そこから分かれて、うん、またそこから派生して、はい、みたいな、うん、読んでて今なんか意味って分かりました？まあなんとなくは分かりますよね。これはそういうのを組み立てるのが好きだみたいな話ですか？うん、そういう感じじゃないですか。なんかもう言葉とかが難しくて、はい、詳細まで理解把握しづらいみたいな。あ、ただまあ、はい、言ってることとしては、うん、この人の流れにも、うん、まあ、全てシステムだって考えてるんじゃないですか。こういう組織の中の、うん、この横の部署とのつながりも、はい、システム化できると。もうそもそもシステムだと思ってるんじゃないですかね。このシステムがうまくいってない、はい、みたいなとこじゃないですか。横の部署の連携が取れてないとかなると、ここ連携したらもっとうまくいくのにとか、全てシステムだと考えてるんじゃないですか。この世の中全て世界が全員 NT タイプだったら、はい、うまく運用されるんですかね。その全てが話し合いで済むわけじゃないですか、はい、理屈と理論と、はい、納得するかどうかは別じゃないですかっていうところですよね。やっぱりそれぞれがそれぞれの利益に基づいて行動するわけじゃないですか。そうですよね。あなたはちょっと非効率だから死んでくださいって言われてもたとえ NT の人でも、あ、分かったとはならないと思うんですよね確かに俺って非効率だねってではならないと思うんですよ。そうですね、はい、とんだディストピアですね、はい、あとまあやっぱりバランスなんですかね、この4つの組み合わせがあるっていうのは、うんうん、それは神の配置なのか、はい、人が育つ過程でそうなっていくのか。そうなっていくって考えた方が自然じゃないですか。要は僕はこの NF 的な振る舞いが自分にとって最大利益であると考え、うんうん、NF タイプ的な振る舞いになり、うん、それが固着化していくみたいな、うん、とかも人類とかで考えると、はい、まあ、なんか淘汰される人もいるわけじゃないですか。まあ、はい、種もそうですよね、はい、淘汰される。そうすると、はい、でもゼロになっては困るから、そういう人がちょっと活躍したりとかっていうバランスでこうなってんじゃないですかっていう。 NT ばっかりでも世の中回らないじゃんみたいな。あ、いやそっち頭ばっかりがいい人だけが得をするんだったら、はい、うん、本来そういう人ばっかりが残るはずなのに、だけど頭ばっかりが来た時に、はい、力でって人も行くわけじゃないですかそうですね、はい、いやあの徒党を組めば勝てるみたいな。勝てるで別に強いわけじゃないじゃないですか、頭いいのがね。頭がいい、はい、でそれがこう今の世の中はこう法律に守られてるので強いかもしれないけど、もう本当に戦争の時とかなったら SP の方が生きるかもしれないじゃないですか。まあ、SPSJ の方が、はい、兵隊が得意な人の方が、はい、数の論理で、はいはい、みたいなのはあると思うんです、まあ、そういうバランスできてるんじゃないですかねっていう。なるほど、そこでは神の差配とは思わないんですね、はい、自然の流れシステムですよあ、それがね、それが、あ、なるほど、全てシステムなんじゃないですか。アインシュタインが自然が神だって言っただけじゃないですか。正解ではないですけどね。正解ではないというか、そうやって捉えるわけじゃないですか、はい、アインシュタインはそうですね、はい、まあ、スピノザから続く、はいはい、この宇宙の法則こそが神だと捉えたって話ですよね。捉えたって話です、はい、でそういう考えなんじゃないですか。全部システムですよ。何々の法則が全部不思議はないってことですね。不思議もシステム。ああ、そういうこと。分かってないだけっていう。不思議なことは分かってないだけで何らかの法則があるはずだっていう。